ほんとや。あ、名前書いとる。トイ？おもちゃ？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回は、このアクアリウムは踊らないっていうゲームをやっていきたいと思うのだけど、めっちゃなんか、神秘的な感じ。え？いや、なんでもないわ。気のせい。一応入り口からね。あ、進めれた。ボタン操作がまず。このゲームには恐怖を与える表現が、そう。一応このゲームは、なんか綺麗な絵やったけど、ホラーゲームらしいけん。実況 OK。あざす。なんかホラーゲー嫌いの作者が作るホラーゲームみたいな感じらしい。なんか誰かおったね。ピンクの髪の子。なんかちょっとよくわからない絵画が飾ってある。私にも描けそう。わかる、そういう感覚。でも大体そういうの描けんけん。建物の絵画が飾ってある。建物？なんだあれ、遺跡的な感じ？101号室と書いてある。あいつがいるのは103号室だ。誰？誰あいつ。102号室と書いてある。あいつがいるのは103号室だ。だから誰だよ。ここってことよね。え、さっきの子は誰じゃ。別に関係ないわけないよね。あんな、わかりやすく出てきて。103号室と書いてある。中に入りますか。はい。今回の目的の子ではないという。お、来たな、スーズ。スーズ。どういう名前？ん？これやるよ。年下のくせに相変わらずこいつはタメ口だな。てか、なんか綺麗な絵やね。まあ、オープニングというか、最初の画面の絵が綺麗やったけど、ドット絵っぽい感じで始まって、間にこういう絵が挟まってくるんかな。水族館のプレミアムチケット？俺、病院から出られないからさ、代わりに行って感想聞かせて。これは男の子なのね。何さ弱気になって。ちゃんと自分で見に行きなよ。それに私、水苦手なんだけど。水苦手って言っても、もう水族館やけ泳ぐわけじゃないけんね。そこをなんとか。何そこをなんとか。なんか、強引でも水族館に行かせようとする感じが怪しい。なんか、はめられてる？もうホラーゲームっていう大前提があるけんさ。いろいろと。じゃん。すーちゃん。すーちゃん。何誰？え、かわいい。何これ。真ん中の子めっちゃかわいいんですけど。え、猫耳ついてる？え、真ん中の子めちゃくちゃ私の好みなんだけど。わかる？めっちゃかわいいよ。すーちゃん。おー、ごめん。ぼーっとしてた。珍しいかも。海で溺れた時のこと思い出してたの？12年前だっけ？あー、まあ、確かに、海で溺れ、なんかそのトラウマがあるとしたら、ねえ、海の中みたいな環境の水族館は確かに嫌かもしれない。違う。別に水なんて怖くない。そうなの？まあ、いっか。なんかめっちゃ綺麗やね。ステンドグラスみたいなのもあるし。大丈夫？パリーンって割れない？ステンドグラスって結構なんか脆いんじゃなかったっけ？違う？そういえばこのプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょ？そうそう、いつものあいつから。スーちゃんのとこの病院？大人？看護師さん？それとも同じ患者同士？いや、わからん。ああ、小学生の男の子、優しいね。小学生なんあれ、マジで？まあ、確かに幼い感じはしたか。でも言うて中学生ぐらいかと。私は水が苦手なのに仕方ないやつだ。まあまあ、これもなんかのご縁ってことで。ルルが行きたかった水族館のチケット、スーちゃんがたまたまもらったのもご縁だよ。うわぁ、ここから恐怖の世界に入っていくの。もうこの世界観でいいんやけど、ずっと。この可愛くて綺麗な。ご縁ね。スーちゃん、昔からルルの行きたい場所に一緒についてきてくれるから。たまにはスーちゃんが行きたいところでもいいのに。いいよ、私は。行きたい場所も思いつかないし。そうなの？遠慮しないで、スーちゃんが決めてもいいんだからね。でもずっとこの絵柄やったらさ、怖くないかもしれんけど、
要所要所にああいう綺麗な絵が入ってくるって思ったらさ、やっぱ普通に怖い描写ありそうなんよね。どうなんやろ。水族館楽しみかも。早く入ろう入ろう。うんうん。行きたい場所なんてないからな。何どうした？意味深な感じ。あ、動ける。わー、水族館楽しみかも。どんなお魚さんがいるのかな？ね、スーちゃん。あ、操作説明。で、まあ、この辺は自分のコントローラーの設定次第やけんな。え、なに？ゲーム内でメニューを開くダッシュを使用する箇所がございます。メニュー画面より常時ダッシュをオンにすることもできます。まさか直前の状態をセーブできる自動セーブ機能が、自動セーブなんや。ほんほんほん。セーブ1の上に自動セーブのデータがありますので、適宜ご活用ください。セーブ1の上に。え、一応、あ、一応、え、何？一応セーブもあるの？違う。なんか三角ボタンで、出た。え？常時ダッシュオンにした方がいい？てか、今どんな感じ？これが常時ダッシュ。うんうん、まあ常時ダッシュでいいよね。コマンド記憶ってないやろ、わからん。まあいいや。なんもない。水槽に照明の光がキラキラ反射している。こっちは何？水族館のコミュニケーションノートみたいだ。クラゲがとても綺麗だった。コミュニケーションノートとか置いとるとこ結構あるんかな。見たことないけど私。食べ物屋さんとかでもよくあるっていうよね。クラゲのイラストとともに子供の字で書いてある。クラゲがメインなんかな。水槽に触れるとひんやりしている。まあ、そんなことないか。クラゲの、あ、ごめんなさい。そこのクラゲも見ようかと。お客様、こちらはスタッフ専用ですわ。侵入はご遠慮くださいませ。なるほど、そこには入れないと。筆談用の紙だ。ああ、話せない人よ。カフェはどこですか？2階の突き当たりです。え、前の人の会話そのまま置いとる感じ。やだな。なんか受付をして中に入りますか。はい、こんにちは。ビアンカ水族館へようこそ。ビアンカやって。ビアンカ、チケットはお持ちですか？あ、来た。ルル、お願いします。はい、お預かりいたします。何？プレミアムチケット。お客様珍しいものをお持ちなんですね。あ、そっか、プレミアムチケットとか言おったっけ。全然覚えてなかった。え、このプレミアムチケットがそのなんかホラーの世界への招待状みたいなことなんやない。やだな、ちょっと普通のチケットに変えてくれないだろうか。ふふ、なんだか嬉しいですわ。え、そんなすごいものなんですか？え、珍しいですわ。期間限定、数量限定のもので入手が困難なんです。へえ。プレミアムチケットをお持ちの方は特別サービスがつきますわ。バックヤードツアーやイルカとの遊泳、年間パスポートへの無料切り替えなど特典が様々なんです。イルカとの遊泳嫌なんじゃない？溺れたんだったら。そして館長の妻である私。え、結婚してるの？かわいい。めちゃくちゃかわいい。クリスが専属で水族館を隅々までご案内いたします。どうもどうも。旦那さんは？え、水族館を案内してくれるんですか？え、よろしくお願いいたします。やった、案内係かわいい。お名前は？私はスーズ、こっちがルル。かしこまりました。スーズ様、ルル様、では早速参りましょうか。スーズっていう名前になんか耳なじみがないな。スーズならちょっとわかるけど。誰かいた、おじいちゃん。ここからはご自由に水槽をご覧ください。私が解説いたします。あざす。もうずっとこの平和な感じがいい。何？危険だ、逃げろ。急に？え、なに？いかがなさいましたか、スーズ様。何、聞こえないの？人間に戻れなくなる。え、魚の声ですか？なに、スーちゃん、どうしたの？いや、ごめん、なんでもない。そっか、よかった。今日のスーちゃんはボートさんかも。気のせい。いえ、なに？うわ、ぎゅい、失礼したです。ついボートしてたです。こちらこそごめんよ。お二人ともお怪我はありませんか？ねえねえ、最初の病院でさ、あのゲーム始まった途端に出てきたピンクの髪の子は誰なの？今唐突に気になったんやけど。
あの子追いかけた方が良かった？分からん。うん、ただぶつかっただけ。大丈夫。こちらも大丈夫です。あー、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ、売り切れたやつかも。なんかそんな違う？普通のと。そうです。予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん、詳しいんですね。なんか嬉しいです。外国人じゃないよね。へへ、そうかな。でもでもでも、浮かれた音楽に夢中になってたら、このありさまだったです。気をつけるですね。ヘッドホンをつけたまま走ってはいけない。おう、そうしてください。それじゃ、失礼するです。名前はずっとわからないままだった。さて、行きましょうか。はいはい。これは何？ビアンカ水族館へようこそ。今からあなたを水と生き物の世界、非日常へとご案内します。ここではいつもと違う自分が見つかるはずです。あなただけの物語を見つけてください。それではごゆっくりお楽しみください。ビアンカ水族館館長。さっきの人間に戻れなくなるってなんなんやろ。絶対魚の声やん。囚われてる、え？魚にされる？もしかして。魚が気持ちよしそうに泳いでいる。何の魚だろう。こちらはキイロハギとマダイです。とっても色が鮮やかでお子様にも人気ですわ。キイロハギの方だ、なんかキイロハギだけあれじゃない？黒い輪郭がないな。うん、やはり水族館は落ち着くよ。いいよね、水族館。タコだ、でっかいな。こちらは水ダコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるんです。うにょうにょしてるね。うにょうにょしてるね。かわいい。トゲトゲ毒がありそうだね。え、こっちもなんや。なんか光があるなと思ったけど。こちらはミノカサゴですわ。見せろよ。スーズ様のおっしゃる通り、猛毒を持っています。この優雅に泳ぐ様に反して、実はとても凶暴なんです。こんなに可愛いのにね。なんて言った？ミノカサゴ？わー、丸くて可愛いね。ね、スーちゃん。なんでこっち側は、なんか、あれなの？こっちの想像力に任せてくる感じ。これは可愛いな。こちらはトラフグとシマフグです。ご存知の通り、威嚇をする際に体を風船のように膨らませます。また、フグは毒を持っていることで有名ですね。1、2ミリ程度のごく少量でも致死量ですわ。お気をつけくださいませ。やだな、死の危険を変わらせないでいただきたい。なにこれ？パーティーってこと？え？てか思ったんやけどさ、クリスのこれ猫耳じゃなくてリボンなのか。普通に猫耳カチューシャだと思ったよ。めっちゃ可愛いんですけど。めっちゃ可愛いんですけど。ここ人入れ替わったりとかもっと増えたりするんかな。わー、青くてでっかい。こちらはメガネ持ちの魚、メガネ持ちの魚です。目にある黒い模様がメガネのように見えることからこの名前になりました。別名ナポレオンフィッシュとも言いますね。そうそうそう、ナポレオンフィッシュよね。あの動物の森しおるみからしたらそんな名前やったっけって今一瞬思ってしまった。でっかいし、よく見ると目がギョロギョロしてる。怖っ。何あれ、双子かわいい。おお、これはなかなかグロいな。こちらはウツボです。見ての通り、鋭い歯を持っています。しかし、性格は臆病で、人間から強い刺激を与えない限りは、攻撃してくることは少ないんです。なんか、見た目いかついやつってそういうの多いよね。目がまん丸だ。ギョロッとしとる感じ。あ、ルルこれ好きだよ。ウミウシさんだね。ご名答です。のんびりしていて、見ていると癒されますね。頭に触覚があるのがわかりますか？これが牛の角に見えることから、ウミウシという名前になりました。海の牛？そのまんまなんよね。色や形、大きさは様々で30種類も確認されているんです。え、すげえ。そんなにいっぱい？全部見てみたいかも。海牛さんになって綺麗な海をお散歩してみたいな。でももうちょっと早く動きたいよね、なんか。人ではどうしてほ、あ、人では、人かと思った。人ではどうして星の形をしているんだろう。不思議だ。わからない。てかそもそも星、空の星ってさ、なんでああいう形で描かれるんやろうね。人でと同じ形。だって空見た時星ってなんか丸くしか見えんくない？ヤドカリさんだ。小さくてとってもキュートですよね。
ヤドカリはお腹が柔らかく傷つきやすいので貝殻で守っているんですよ。あれは背中を守ってるわけじゃないのね。え、なんか亀出てない外に。わしもかつて水族館で働いておってな。懐かしいの。ここの水族館ではないのか。イカさんだ、ピカピカ。ほんとだ、綺麗ね。かわいい。おいしそう。え、感想が。観賞用です。イカは見た目が白く透明で美しいですし、食べても美味しいですわ。そして皆様ご存知のイカスミですが、かつてセピア色の絵の具として使われていたんです。セピア色？黒くないイカスミって。セピアというのはラテン語で濃いかを意味するんですよ。そうなんや。え、セピア色ってなんか茶色いよね。ウミガメのオブジェだ。オブジェか。え、何？え、ウミガメのオブジェがセーブポイントってこと？あ、なるほどね。で、これがオートセーブ。あー、セーブはきっちりしていかねば。何何何？え、何？あ、クラゲコーナーか、びっくりした。もう、あの、大前提にホラーゲームっていうのがあるけん、いろんなことに身構えてしまう。おお、綺麗。こちらはクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです。クラゲゾーンってなんか大体こんな感じよね。なんでああいう筒型のやつなんやろ。私が前見に行ったやつもこんな感じやったけど。なんかクラゲの生態に関係があるのか？でも普通に広いとこにもおるよね、クラゲ。館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだわっていましたわ。クラゲってなんかこういう筒状のやつに入れられて、なんか暗い空間におるっていうイメージ。いつ見ても綺麗ですわ。これも一個一個なんかあるんか。水槽に照明の光がキラキラ反射している。クラゲがふわふわ泳いでいる。一体何を考えているんだろう。クラゲってなんか考えるんかな。水槽に近づくとひんやりしている。一個一個コメント違うやん。すげえ、めっちゃ時間かかり、一個一個じゃなかった。最初の4つぐらいがコメントが違う感じかな。なるほどなるほど。さすがに全部じゃないか。もしこれ全部一個一個コメント違っとったら、私今回平和なシーンだけで終わるかもってちょっと思ったのに。あ、さっきの子。あ、さっきの水色のお姉さん。クラゲかわいいですよ。クラゲだらけやね。クラゲゾーン抜けたんかと思ったけど、クラゲゾーンの入り口さっきの。ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいですなんちって。ここの水族館にはよく来るの？はい、よく来るですよ。年間パスポートも持ってるです。ほらほら。こう。ビアンカアクアリウムパスポート。かわいいね。ゆるい感じの絵が。右下のやつがウミウシやろ？わあ、かわいいデザインだね。裏には顔写真が入るんですよ。んとや。あ、名前書いとる。トイ？おもちゃ？本当だ。立派なカードだ。欲しくなっちゃうね。ふふん、でしょでしょ。いつもポケットに入れてるんです。あ、名前ちゃんと出たね。ここの水族館が気に入ったらぜひです。どこ行くの？うろうろしとるだけかも。あの、昔の RPG とかでよくある。同じ場所をうろうろするやつ。同じクラゲでもこんなに種類があるのね。勉強になるわ。カラージェリーフィッシュ。聞いたことある。カラフルで美しいクラゲですよね。こんなにいろんな色がついているのに、なぜ色がつくのか、まだ分かっていないんです。作者さんはクラゲが好きなのかな？水クラゲだ。なぜだか親近感が湧く気がする。なんで？え？もしかして主人公は水クラゲなのでは？ねえ、なんか今の、人間に戻れなくなるっていうコメントもあるし。幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。名前の通り、幽霊のように怪しく、白く透き通っているのが特徴です。幽霊に連れて行かれないように気をつけてくださいね。嫌なこと言わないでくれ。天草クラゲ。リボンみたいなクラゲだ。美しい見た目に反して、猛毒を持っているんです。また、天草クラゲ以外のクラゲ。つまり、仲間以外のクラゲを食べてしまうんです。ほう。
そんな一面も美しいですわ。怖いな。わあ、赤いクラゲだ。その見た目の通り、赤クラゲと言います。乾燥させると細胞が舞い上がり、細胞？脂肪？それが鼻に入るとくしゃみが止まらなくなります。そのため、別名ハクションクラゲとも言うんです。水玉模様で可愛いかも。ぽってりしてるね。でも現実にさ、水玉模様ってなんかちょっと毒々しい感じせん？こちらはタコクラゲと言います。付属器が8本あるためこの名前なんですよ。付属器って何？足のこと？毒は弱く、刺されてもほとんど痛くありません。そのため、ペットとして飼育する方もいらっしゃるみたいですわ。ちょっとは痛いんですね。クラゲがいっぱいだな。てかマジでキャラクター可愛いんですけど、なんかその辺の人まで可愛いってどういうことだよ。ママ、クマノミだ。しましまだね。そうね。白とオレンジのしましまね。白とオレンジ。そっか。黒ではなかったっけ？なかったのか。いまいち記憶が。綺麗な魚。こちらはベタという熱帯魚ですわ。白くてとても美しいですよね。まるでドレスのようなヒレが特徴です。この大きなヒレを広げ、体を震わせることで威嚇をします。こんなに可愛いのに喧嘩しちゃうんだね。ベタってあれか、熱帯魚のやつか。友人、彼女と来るのもいいけど、一人で来るのも悪くないな。私、こういうなんか施設みたいなのに一人で行けんねんけど。軽食屋さんとかファストフードとかが、なんとかって感じよね。ドレスみたいな金魚。金魚は赤がとっても鮮やかで美しい魚ですわ。実は船が突然変異して誕生したんですよ。あれよね、たまに普通に船、突然変異ってことは元は船なのか？なんか、なんて言うん？屋台とかでさ、金魚すくいですくった金魚がめちゃくちゃでかくなるやつ、あれは普通に船ってことよね。ふかしてすぐは黒いのですが、徐々に赤に変化していくんです。金魚って船なんや。タツノオトシゴって形がユニークで素敵ね。かわいいよね。タツノオトシゴだ。かわいいかも。タツノオトシゴはくるっと丸まった尻尾を水草に巻きつけて擬態します。そのためなかなか見つけにくいんです。そうなんや。とてもかわいらしいですわ。なんか意味深な発言全部これからの伏線なんじゃないかな。絶対そうよね。タツノオトシゴなんか関係ある？これからなんかどこかに擬態するような敵が現れるんじゃ。敵？幽霊？カニさんかわいいね。こちらはソワガニですわ。カニの大きさは数ミリ程度の小さいものから足の両端まで3メートル以上にもなるものまで様々な種類がいるんですよ。ここさっきの上のところに繋がっとんかな、もしかして。あ、いやね、やっぱり。よかった。全部隅々まで行きたいけんさ。こっち行ったら違うんかなってちょっと。え？あ、これ水槽？出口かと思った。ひょこひょこしてる。赤島白ひげひべ、え？なに？赤島白ひげエビですわ。言いにくい。赤い模様が鮮やかで素敵ですね。クリーナーシュリンプと言われており、魚の表面についた寄生虫を掃除してくれるんです。水族館のお掃除もぜひ手伝ってほしいですわ。これで一周したの？左側にもなんかあったっけ？こっちは入り口だ。あれ？入り口には戻れない？こっち行ける？この先に進みますか？行ける。うわ、でっかい。水族館に1個ある巨大水槽ってやつですか？何もおらんけど。何もいない水槽？なんで？こんな大きな水槽なのに、なぜ一匹も生き物がいないか疑問に思いますよね。何？怖い。ふふ。何もいない水槽も雅だとは思いませんか、スーズ様。はぐらか好きか。ねえ、ルルどっか行ったよ。以前ここには、ビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えれば、ビアンカ水族館の命の恩人が暮らしていたのです。イルカとか、サメとか。命の恩人。サメです。ホウジロザメ。
おお、サメの方やった。ふんふん。へえ。サメを展示する前は周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃館の危機を迎えていました。でもさ、水族館とかそういうとこって他にお客さんが流れ、どういう周りになんか他に新しい水族館ができたとかならわかるけど、水族館行きたいなと思って別のとこ行くことなくない？コンビニじゃないやけんね。かなり古くて小規模な水族館ですから無理もありませんわ。そういうもの。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。うん。館長は傷だらけのサメを水族館へ連れ帰り看病いたしました。うん。あの時はびっくりいたしましたわ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育展示することを決めたのです。しかし水族館でホオジロザメを展示するのは世界でもほとんど類を見ないほど珍しいことでした。あ、そうなんや。ホオジロはってこと？まあ、確かにジンベエザメとかそういうのか。水族館ってなんかあんまり危険じゃないサメみたいな。ホオジロザメって割と危険なサメじゃない？違う？アコバンザメとかなね、おるけど。もちろん反対する従業員もいました。しかしサメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたところ大好評だったんです。今はなんでいないんだ？亡くなったのか？ホオジロザメは街中の話題になり、お客様が一気に押し寄せたのです。その結果経営は回復、水族館を存続することができました。ホオジロザメがいなかったらビアンカ水族館も私ももういなかったでしょうね。私も？どういうこと？このここにはっていうこと？クリスさん、そのサメは今どこに？生きてるか、それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？まあ生きとってちょっと元気になって凶暴になってきたけん海に返したとかいうこともあるんかな。この人意地悪だ。冗談ですわ、まだ生きていますよ。事情があって水族館の裏で管理しているんです。裏で？とっつきにくい。まあなんかちょっとね、読めん感じの人よね。しかもホオジロザメはある特徴があって。何？で、あら？そうなんや、ルルがいないんだって。え、これもしかしてあれ？上手的な感じのゲーム？サメに追いかけられる？でもそれなら普通の幽霊とかよりマシかな。スーズ様、ルル様がいらっしゃいません。なんかフラフラーっとどっか行ったよね。げ、確かにいない。ルルまた一人でちょこまかして。あ、そういうタイプの子なんや。ルル様を探しましょう。私はこの先を探しますので、スーズ様は戻ってみてくださいまし。わかりました、そっちをお願いします。ルルそっちに歩いて行ったんですけど、私は戻らないといけないの？ルルを探さなきゃ。